こんにちは、カズです。今回は、ジョン・ローレンス・サリバンから、新商品が届きましたのでご紹介させていただきます。はい。まずこちらのタートルネックとこちらの、スウェットになります。はい。はい、ハイネックトップ、ウィズボディピアッシングジュエリーの、ブラックと、ホワイトになります。はい、値段が税込みで22,000円、あ、税抜きで22,000円、です。はい、で、生地がコットン 100% になります。一応コットン 100% なんですけど、ちょっと画像ではちょっと分かりにくいんですけど、すごいあのテラッテラッっていうかテカッとした、生地になります。はい、で、このね、肘部分よりもちょっと上ぐらいかなから、当て布なのかな、ここに切り替え見て、切り替えというか、まあ、当て布みたいなのがついております。はい。で、ここにボディピアスがついてます。はい。こちら、取り外し可能なので、選択するときは、取り外して選択できます。はい。こういうふうに取り外しが可能となっております。はい。はい、では、白から着てみますか。はい、はい、いかがでしょう。身長168cm の体重が 53kg で、M サイズを着用しております。さっき、コットン 100% って言ったんですけれども、すごい伸縮性があります。伸び縮みします。ストレッチが入ってるような、感じの、生地なんですが、なんて言えばいいんでしょう。いつもサリバン の, T シャツでちょっといい生地、光沢感のある生地、でなんかパキッとしっかりした、生地、薄いんですけどかなりしっかりした、生地を使用しております。はい、で親指こうやって出すこともできます。はい、で、まあ、単体で着るとこんな感じなんですが、はい、どうでしょう。前回ご紹介させていただきましたレザーの、テーラードを羽織るとこんな感じになります。はい、こんな感じです。僕で M でぴったりというかちょうどいいサイズになります。続いて黒着てみます。はい、黒はこんな感じです。こちらも身長 168cm の体重が 53kg で、M サイズを着用しております。このネック部分結構ピタッときます。これかなりいい感じです。で、長さも長すぎず短すぎずで、すごいちょうどいい、長さ高さです。はい、これかなりいいです。今まで着たタートルの中で正直、3本の指に入るぐらいいい感じです。着心地もめちゃくちゃいいですし、春夏のタートルってちょっと抵抗あったんですけど、今この生地を初めて触って、展示会いなかったのでコロナで行けなかったので、初めて触ってみたんですけどかなりいいです。全然熱くない、普通のT シャツとは全く違う着心地です。はい、続いてこちら、カオスプルオーバーのブラックと、グレーになります。はい、値段が32,000円、税抜きです。はい、で生地はコットン 100%、裏毛パイルのスウェットです。はい、でこのリブ、普通はこうやってくっついてるものがバーッと切り離してというか、まあサイド切り落として、サスペンダーみたいな感じにデザインになっております。はい、で後ろは無地、あ、前はカオスで後ろは無地になります。はい、では早速、着用してみたいと思います。
はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が53キロで M サイズを着用しております。結構大きめになります。これかなりいいです。これもかなりいいです。裏毛パイルなので、真夏以外は着用可能です。これいいっすね。ここ切ってあるだけでこんなデザインが変わるのはすごいいいっすね。このポケットにも手を入れられるようなデザイン、非常によろしいです。はい、続いて黒着用してみます。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重は53キロで、こちらも M サイズを着用しております。黒タートルだと黒黒でちょっと分かりにくいかなと思ったんで、白タートルに変えて、着用してみました。これ良くないですか。かなりすごい良くないですか。ここですぐポケットにアクセスできる。はい、でサスペンダーがこう垂れてるような感じのデザインとなっております。はい、昔あったんですよ、サリバンの、コレクションで、12、3年ぐらい前の、デザイン、T シャツが長い T シャツでこうやってこういうのがタンクトップが下についてるみたいなデザインがあったんですけど、それのスウェット版みたいな感じです。はい、これかなりいいです。はい、はい、今日は、この2アイテムのみ、ご紹介させていただきました。ではバイバイ。